龍馬真嗣です。暑いっすね。ま、夏真っ盛りっていうことで、夏といえば海、海といえばグランブルーっていうことで、今回のロックンシネマはグランブルーの名シーントップ10をランキングしたいと思います。では参りましょう。10位はオープニングです。美しいモノクロの映像で海の中を泳ぐ幼い頃のジャックのショットから、ギリシャの古い街並みを駆け抜け、永遠のライバルであるエンツとの絡み、そして運命的なイルカとの遭遇から父の死に至るまで、もうね、昔のイタリア映画でも見てるような詩情あふれる映像なんですよね。特に海の中の撮影はモノクロでもこんなに海の美しさを表現できるんだって感心するくらいの美しさで、当時のカメラ環境とか考えると驚異的な映像だと思うんですよね。しかもこの海岸の街の一角だけで、余計な説明ゼリフなど一切なく、ジャックの少年期の記憶を物語るっていう、よく考えたらすごいことをさらっとやってのけてるんだけど、こんなことができた監督なんですよ、リュック・ベッソンって。今のアクションバカのリュック・ベッソンしか知らない人にこの映像を見せても、これをリュック・ベッソンが撮ったなんて信じられないと思うんですよね。ちょっとさ、久しぶりにこういう史上あふれる作品撮った方がいいよね。もうそういう部分残ってないのかな。ほんとうっとりするような美しい映像の連続で、まあ収まりがいいんで10位にしたんですが、もう全然上位にも食い込むくらい素晴らしいシーンだと思います。9位はエンツが弟にジャック・マイオールを探せっていうシーンですね。まあ、やっぱね、このエンツォという男のキャッチーな存在感がこの作品を魅力的にしている大きな要素だと思うんですよね。大金が入っても車を買い替えず、ボロッボロのフィアットを愛するって、お前はルパンかって感じだけど、まあ、このでかい図体がはみ出しても大丈夫なところがフィアットを愛するゆえんなんでしょうか。このガキ大将キャラなのに古い友人を見つけてくれっていうところがね、なんかやっぱ映画版のドラえもんのジャイアン並みにいい味出してますよね。この1万ドルせしめてやったぞっていうシーンなんかもろ漫画だしね。このジョン・レノンみたいな丸眼鏡はサブウェイの頃からかけてるから、このキャラクター用っていう感じでかけたわけじゃないんだろうけど、でもエンツォっていうキャラをがっつり印象付けるためにすっごく役立ったアイテムだと思います。まあ、シーンっていうよりエンツォについてのことばっかり言っちゃったけどね、まあ、この映画の本当の意味でのプロローグとして印象的なこのシーンをランキングしてみました。8位は水中での乾杯です。酔っ払って互いに自分の方が長く息を止められるんだってことを主張するジャックとエンツォが気の身気のままでプールに飛び込み水中で乾杯するシーンです。これ実際長回しで2人の俳優が演じてますが、一体何テイク撮ったんだろうね。まあ、でもこのシーン見ると水中でいい感じのパントマイムになってて、実際にその場のノリで飛び込んだっていうくらいの感じに見えますよね。いつ見ても食い入るように見ちゃうし、いや、いい芝居ですよね。すっげえな、おい、いつまで息止めれるんだっていう感じで、まあ、実際2人とも結構息止めるのができたことがこのキャスティングにつながったんだけど、これはなかなかの迫真の演技ですよね。まあ、この後2人仲良く担架で運ばれて、ジョアンナにバカっぷりならおあいこよって言われちゃうけどね。2人の男の意地の張り合いがおしゃれに表現された印象に残るシーンですよね。で、一点、この後のイルカの下りはジャックが自らの孤独さ加減に感情が爆発しちゃうっていう悲しい場面で、この切り返し加減絶妙ですよね。なぜ今こういうことしないんだベッソンって本当思いますよね。7位はイルカ泥棒のシーンですね。昼間にジョアンナと一緒に訪れた水族館で元気のないイルカを見て気に病んでいたジャックがエンツの協力のもと夜に水族館に忍び込みイルカを海に逃がしてあげるシーンですね。このイルカを運ぶとこの絵面がね、なんかシュールで最高なんだよね。まあ、こういうコミカルな感じは今のベッソンでもよくやるパターンだけど、あ、でもどっちかっていうとタクシーとかのプロデュースものの方だよね。
この後海に逃がしたイルカと戯れるジャックを微笑ましく見るジワンダ、そして呆れてみるエンゾの両極端の見方がジャックに対するこの時点での2人の視点の違いをうまく表現してますよね。まあ、とはいえその後出てくるジャックとイルカのシーンではジョアンナも呆れてるんだけどね。犯罪行為であるにもかかわらずジャックのイルカに対するまっすぐすぎる思いのせいで清々しく見えてしまうっていう不思議でちょっと可愛いシーンをランキングしてみました。6位はジャックが夜の海でイルカと戯れるシーンです。ジョアンナと愛を交わしたものの結局人間の女性では満足できなかったのか。バルコニーに出て海を眺めてると戯れるイルカを見つけたジャックが海に行って一晩中イルカと戯れ待ちぼうけを食らったジョアンナが呆れてニューヨークに帰ってしまうっていうところですね。まあね、ここはね俺の見解、ジョアンナが悪い。だってさ、あんたが好きになった男はそういう男なんだよ。人間よりイルカちゃんと遊んでる方が楽しいっていう男なんだよね。まあ、そういうのなんとなく分かってたのに怒って帰っちゃうっていうのはそりゃいかんっていうことで、普通の女性にはジャックの気持ちは全然分からないっていうシーンですね。まあでもあくまで部外者っていう立場でこのジャックとエンツの物語に入り込んできた人なんで、まあそういう普通の感覚の人の視点で描かれているから映画として成立してるわけで、あの二人だけならイカれた映画になってますからね。まあでもこのシーンの月明かりに照らされた夜の海、めっちゃ美しいですよね。で時たまポンポンって飛び上がるイルカの影がまたいい感じだしね。海の中でイルカと戯れるジャックとのとこなんて完全に恋人同士の絵だもんね。まあこのイルカちゃんのパフォーマンスほんと素晴らしいですし、やっぱこの映画の影の MVP はイルカのトレーナーさんですよね。ほんとこのシーンはまさに浮きよっていう感じで、まあそれと対比した感じで待ちぼうけを食らうジョアンナの構図も見事だし、この作品っていうかジャックっていうキャラクターを象徴するシーンですね、ここは。ということで今回はグランブルー名シーントップ10をお送りしてますが、この映画私1970年生まれなんですが、もう間違いなく自分の世代を代表する一本って言っていい作品だと思いますね。当時学生だった人とかはね、映画の好き嫌い関係なく名前くらいはほとんどの人が知ってんじゃないかなってくらい、まあ東京周辺だけかもしれないけどもうね大ブームでしたね。オリジナルのグレートブルーは1988年に日本で公開されたらしいんだけど、このグレートブルー完全版であるグランブルーが公開された時は、まあ、当時付き合ってた子がハマってたっていうこともあって結構劇場で見ましたね。でいつも満員立ち見、数時間並ぶの当たり前っていう感じで、なんか一時期毎日あの外階段で並んでたイメージありますね。今時の人が聞いたら立ち見って何っていう感じだろうけど、あれはあれで思い出深いし、ま空いてたら一日中何回も劇場で見れたわけだしね。まあ一長一短っていうところかな。でこういう空がバリッと青い季節になるとなんか見たくなるっていう映画がこのグランブルーで、本当1年に1回は必ず見てんじゃないかな。まあこのパンフもねでかくて本棚に立てて入んないんだけどさ、ほんとこれ当時別々で買っといてよかったな。別れる時って2人で買ったものって大概持ってかれますからね。まあこのパンフの最後の方の広告ページ見るとめっちゃ時代を感じますが、この頃はもうバブル弾けてんだけど、今なんかと比べると全然羽振りのいい時代だったし、こういうミニシアターで上映されるようなヨーロッパの作品って日本の企業が出資してたりしてましたからね。渋谷系とかも出てきた頃でまさしくそういう日本独自なんだけど、今みたいなガラパゴスではなく世界の文化的流れと連動したようなものを渋谷界隈に行くと共有できた感があったし、本
本当なんでこんな文化的に先鋭だった国がかっこ悪いガラパゴスになっちゃったんだろうね。本当あの当時の雰囲気を伝えきれなかった我々の世代の責任はでかいと思っております。っていうか薄っぺらいやつがトップに立っちゃった印象強いけどね。まあ何はともあれそういう時代の象徴ですグランブルーは。以前ジャン・ジャック・ベネックスが亡くなったっていうニュース聞いた夜に記憶だけでベティ・ブルーを語った動画をアップしたんだけど、どっちが先かは忘れたんだけど、同じくらいの時期にこの作品とベティ・ブルーのディレクターズカットが上映されて、しばらくディレクターズカットって流行ってましたよね。まあほぼほぼ余計なものが多かったけどね。まあでもこのグランブルーは2時間に短くされたグレートブルーでも感動したっていうのに、その何倍もの感動をもらった作品っていうか、なんかこれを見るから映画における編集の大事さってすごく分かってきましたね。どんなにいい脚本や映像、演技が良くても編集の良し悪しで映画って全然違っちゃうんだっていうことをすっごい感じました。まあ映画って1にも2にも編集だって個人的には思うんですが、これとベティブルーきっかけで思うようになったと思います。まあ、そんな感じで思い入れたっぷりの作品なんですが、そんな懐かしい作品もね、というかそれがメインになりつつありますが、いろいろ世界の映画について語ってますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では後半参りましょう。5位は海にジョアンナが飛び込むが思いが届かずのシーンです。妊娠したことをジャックに報告しようとするジョアンナだったが、ジャックは過去の記憶にとらわれ、上の空で彼を振り向かせようと海に飛び込むジョアンナだったが、結局ジャックは海に飛び込むものの自分の世界に入ってしまい、ジョアンナを置き去りにしてしまうのであったっていうシーンですね。まあ、ジョアンナが海の中で私の世界の話よって切り出してる時点で、ジャックは違う世界に存在する男だっていうことを暗に認めてるようで、なんかこの切り出し方が切ないですよね。まあ、グレートブレイから1時間以上プラスされたディレクターズカットであるグランブルーになって一番付け加えられたのがジャックとジョアンナのシーンだったと思うんだけど、やっぱこの恋愛パートが多くなったことでより切なさっていうか、普通の人間であるジョアンナの思いはジャックには伝わりきってないっていうのが明白になってるんですよね。まあ、あとこの映画のロザンナ・アークエットってなんか可愛いよね。あんまり他の作品だとそう感じないんだけど、やっぱこの作品は彼女が可愛く撮られているし、やっぱそれだけ演技に思い入れも入ってる気がしますよね。まあこのシーンだけっていうより2人の思いがすれ違ってうまくラブストーリーとして描かれていないっていう、この作品の恋愛劇を象徴する意味でセレクトしてみました。4位は天井から水がのシーンです。エンツォの死のショックから放心状態になっていたジャックがベッドで横たわっていると天井から水がどんどん迫ってきて彼を飲み込んでしまう。そしてその後イルカの群れの幻影を見るのであったというシーンです。これは恐怖と解放感が混然一体となった感じで、いやむしろジャックにとってはこの時点で海に帰ることが自然な流れになっていたかもしれませんね。まあ、この天井から水が迫ってくるところって当時この手の映画でこういうホラー的っていうか恐怖表現を使うことってあんまりなかった記憶があるんで、やっぱね映像表現としても当時のベストンは先鋭的な感覚持ってたんじゃないでしょうか。まあ、とにかくその後のイルカショーがね、イルカ好きには最高の映像だし、あそういえば品川水族館のイルカショーもなくなっちゃうんですよね。あそこめっちゃイルカが近くで見られて最高だったんだけどな。まあしょうがないか。まあエンツォの死とこの後の展開をつなぐ意味で非常に重要なシーンですよね。ここは3位は中盤のジャックの潜水シーンです。潜る前に映像と音楽だけで物語る緩やかな緊張の感じも見事ですが、潜った後の映像についてはね、ほんとこの作品の絵を象徴するような感じですよね。まず潜り始めのグイーンって引っ張られてるところの海上からどんどん深く潜っていく絵面はね、
ジャックの顔とか見てると、ああ潜ってるなーっていう感じで、すっごい生々しいし、ね、でもバックは綺麗なんだよね。で、深い海の底に潜っていくと、ここはかなり神秘的に捉えてるし、なんか水の中なんだけどさ、ちょっとした宇宙遊泳みたいな感じで撮ってるようにも見えますよね。なんかこの辺はレッソンの海に対する敬意みたいなものも感じますよね。母であり神でありっていう感じで海を捉えてる印象がありますね。でやっぱこの作品のいいとこって基本映像と音楽だけで語ってる感じだけど、ここもね音楽がいい感じに聴いてるからすっごい心地いいっていうか食い入るように見ちゃうんだけど、なんか穏やかな感じで見れるんですよね。最後の会場に出てくるところは神々しいっていうか若干シュールにも感じるんだけど、イルカちゃんたちと連動したジャックおめでとうっていう感じが出てますよね。まあ海の深いところまで映した最初のシーンっていうこともあるけど、グランブルーらしいシーンの一つでもありますよね。2位はエントの死です。エントが潜る寸前、ジャックは競技の中止を彼に伝えるのだが、ジャックの記録を破ることに執念を燃やすエンツは聞かずに潜っていく。そして不幸な結果となってしまうのですが、ジャックは臨終のエンツの希望を果たすべく彼を海中深く沈めるのであったっていう、まあね、この映画で一番来るシーンですね。エンツが潜った瞬間、まずジャックを俯瞰で撮り、その後自分の父の死と重ね合わすかのように物悲しい表情を浮かべるジャックをアップで撮るっていうところいいですよね。過去のトラウマをフラッシュバックさせ、エンゾの危機をあえて映像だけで物語るこの演出、さすがです。エンゾが会場に挙げられた後、他者を介入させず一人泣きじゃくるジャックに対して、最後までエンゾっていう男を演じきるかのように毅然として最後のメッセージを残すエンゾ、この対照的な絵面欠かせますよね。最後までエンゾはエンゾだったっていう感じでいいですね。やっぱジャンレの一番のキャラクターはレオンじゃなくてこのエンゾだよね。なんか彼の良さの全てがこのキャラクターに詰まってますもんね。基本明るい映画だと思うんだけど、最後の30分で徐々に暗くなっていて、このエンゾの死でこっから完全に別の映画みたいになっちゃってますからね。まあその感じがねフランス映画っぽいっていう感じで実にいいんですよね。そして第1位はラストのジャックが海に帰るシーンです。もうこれはエンゾの死と完全につながってるシーンで、エンゾが最後に残した言葉、やっぱり海がいいっていうのがジャックが全てを解き放つきっかけとなった言葉ですよね。最後ジョアンナが妊娠を告げた時、ちょっとだけ振り返ったけど結局運命には上がらえないっていう感じで、最後彼女に手を差し伸べ、この世界での全てを清算した後海に帰っていくんですよね。ジョアンナも泣き崩れながらも必死に自分の方に振り向かせようとするんだけど、結局彼を愛するっていうことは彼を解放してあげることだっていうことを悟って海に返してあげるんですよね。いや素晴らしい。すっごくポエティックな結末の描き方で、なんでベッソンっていうのはもういいんだけど、ほんと美しい映画の終わらせ方ですよね。最後出てきたイルカちゃんはジャックが逃がしてあげたイルカちゃんなんですかね。あれ結局そっちとのラブストーリーだったのっていう受け止め方もできるんだけどね。まあ巡り巡って幼い頃自分が親しみ、そして父親を亡くした海の中に結局帰っていったわけで、輪廻転生とかのイメージも入ってんのかなって気もするけど、まあそんなのどうでもいいかなって感じで、考えるより感じろ Don't think feel っていうベッソンの海に対する畏敬の念が描かれた素晴らしい名作だと思います。ぜひ大きな画面で見返してみてはいかがでしょうか。今回はグランブルーの名シーントップ10を勝手にランキングしました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では今回はこの辺で、さよなら。